足立区立中川東小学校は、東京都足立区大谷田一丁目にある公立、小学校。略称は、中東。足立区東部の住宅街の中、周囲に区立を追った、養保園や、区立中川小学校、区立第十二中学校、東京都立足立東高等学校といった、教育機関が多数立地する、文教地域の一角に位置する。卒業生徒の多くは、 足立区立第12中学校や近隣の公立中学校へ進学する。3年次以上の学年では特に算数科の授業で、修塾度別に5クラスに分け、少人数制授業による基礎学力と応用力の定着を図っている。またに学期制を導入している。PTA の設立はその年の秋と遅れたため、開校記念式典は11月11日に挙行された。 以後この日が、開校記念日として、学校の休日となっている。開校当初の生徒児童数は中川小学校からの、遺跡児童684名を含む852名22学級であった。しかし、現在は300人台で11学級になっている。仲良く助け合い進んで頑張る優しい子を育て、よく考え進んで学ぶ賢い子を育て、 体を鍛え安全に気をつけるたくましい子を育てることを目指すべく教育活動を行っている。また子供一人一人の良さを活かすべく教育だけでなく地域と特育がバランスよく整えられた学校像を理想に据えている。運動部分下部現在はキッチンクラブ、手芸クラブは家庭科クラブへ合同。人数の関係からボードゲームや演劇といったクラブはなくなった。 ニーボリ・タクミ・加藤モ和ユ抜き、ー・カトウ・光一郎鈴木ヌキ、肖像中田広志ザ岡、コ明イ氏の、辰ツ西沢武氏に、日立製作所加盟有工場の土浦移店が、決定されると、同列の関連工場群もこの地域から、同時点することとなり、後地に、大谷電団地と、下水処理場の建設が決定された。当時、この地域の初等教育機関は、 あだち立中川小学校のみであった。団地が竣工して、新規入居者が退居としてこの地域に移住した場合、当然として、学生児童数も増えることが予想された。その場合、既存の中川小学校だけでは、学生児童が溢れてしまうことは明白であり、急遽として、団地建設と同時に開設されたのが、この中川東小学校である。なお、 学校用地も日立県究工場跡地である。ありがとうございます。